集まるデータ施設、ここならバタフライエフェクトの保管場所へ入るためのパスコードが見つかるはず。奥に進んで重要データが入ってそうな端末を見つけよう。ミッション
物発見。データ解析始めるね。ああ、任せた。おお、データ検索完了。ビンゴ、パスコードを発見したよ。あとはこれを持ち帰るだけだね。させません。君は前に重力能力者と一緒にいたヒューマノイド。イクス、あなたには感謝しなければいけません。あなたのおかげで私は怒りや悲しみといった極めて高度な感情を理解することができたのですから。感情だと？もともと私はありふれた量産型ヒューマノイドに過ぎませんでした。しかし機械でありながら偶然にもセプティマを発現させることができたため、お嬢様の目に留まり秘書として使えることができたのです。ロボットがセプティマを、それって僕と同じ？あの時の私のセプティマは芽生えたばかりの微弱なものでした。だが今は違う。コントラクト！お嬢様を手にかけたお前に対する復讐心、その感情が私のセプティマベクタードクロスを成長させた。この力で私はお嬢様の仇を討つ。来なさい、甘いです、来なさい。
マクロ君も言えるようになると思うんだ。だから琥珀ちゃんにはその時まで待ってあげてほしい。コロちゃん、分かった。私アキラ君が言ってくれるまで待ってる。ありがとう琥珀ちゃん。次はどうしよっか。